レコーディング中なのか。あともう1週間後なのか、まだ1週間後にまたシェア行って、シェアからまた仕事先を探すんだけど、なんだろうな、やりたいことはもうやってしまった感があるから、とっとと学校行っときゃよかったかな。でもなんかみんなね、あそこでシェアに住んでる人は、なんだろう、みんなパキスタンとかインディアだ、インド人だけど、みんなが勉強してオーストラリアで住むっていう人たちばっかだから、何かしらねいい情報をもらえるかもしれない。まあ引き出すには要英語だけどね。